学用品とは、児童、生徒が、学習や、学校生活などに使用するものの総称である。文房具のほか、靴、衣類、カバン、楽器など、その種類は多岐にわたる。児童の体の大きさや体力、筋力に合わせて設計されているほか、毒性の低い成分を使用する、ハサミの先を丸くするなど特に安全に配慮されている。また、紛失や、 他人のものとの取り違いを防ぐため氏名を記載する欄があらかじめ設けられているものが多い。学校での授業で水彩画を描くための道具、毛筆での習字に必要な道具、裁縫、製図、木工の基礎を学習するために必要な道具など、多種類の専用道具が一度に必要になるものについては持ち運ぶためのケースとともにセット販売されている。 学用品の中には、子供が楽しく使えるよう、良い匂いやカラフルな彩色を施したもの、キャラクターの絵が描かれたもの、食品やキャラクターなどを模した形状のもの、動く仕掛けが施されたものなどがあるが、玩具としての要素が大きいものはかえって学習の妨げになるため学校などでは指定された色や形状以外の学用品の学内持ち込みを禁じている場合がある。また、 学校名や交渉を入れたその学校専用デザインの体操着などやその学校独自の学習法のために設計されたノートなどを学校指定品とし、それ以外の学用品の使用を認めない場合もある。学用品は文房具店などで取り扱われる。商業地区にある一般的な店舗でも販売されるが、学校の通学路や校門の前に立地し朝の通学時間帯に営業を、 開始する文房具店が児童、生徒によく利用される。校内に購買がある場合にはそこでも販売される。学校指定品については学区内の取扱指定店で扱われる。学校に入学するときには多くの学用品が必要になるため、入学シーズンになると百貨店、ショッピングセンター、大型文房具店、ホームセンターなどの大型小売り店やインターネット上の 通信販売店などでは、学用品の特設コーナーを設けるところも多い。また、日本の学校では、必要な学用品を学校で一括購入する場合が多い。以下では主に現在の日本の小中学校において、よく使用されるものを記す。教科書、副特本、ドリル、問題集、辞書類のほかに、教科学習のために特に必要となるものを一括に挙げる。日本においては、 災害に遭い必要な学用品を失った、倍災害救助法に基づき学用品が給与される。ありがとうございます。